皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。トライクの面白さは何はともあれ風を切って走る開放感ではないでしょうか。初夏の海沿いを潮風を感じ取りながらのツーリング、そして秋に変わり始めの峠の爽やかさはトライクに乗っていて本当に満足したと堪能できることでしょう。しかしツーリング途中のにわか雨などでびしょ濡れになり、とんでもない思いをしたことはありませんか。またトライクをツーリングにとどまらず通勤などに普段使用されていらっしゃる方は、急激な雨に聞いてないよと驚いてしまうことなどもあると思います。こういう時しょうがなくカッパと長靴でトライク通勤している方もいると思いますが、車みたく屋根があったらとつい考えたりしたことはないでしょうか。今回はトライク屋根付きどんな天候でも走行 OK、 ルーフをつけるメリットについてお伝えしていきます。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントしていただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いいたします。ではトライクに屋根をつけるメリットについて7つをお伝えしていきます。まずは1つ目、雨に見舞われにくくなる。これについては頼れる魅力ですね。ノーマルの状態では腕の部分が多少濡れてしまいます。小雨くらいならば降りた後にタオルで拭き取れば気にかかりません。小雨レベルであるのならカッパなしでもいけます。個人の感想、横殴りの雨だとやはり濡れるので、カッパを着ることが起きますので意識してほしいところです。次に2番目、防風成果。これはかなり大きなアピールポイントです。ドライブ中に時速40キロをオーバーするあたりから風をストレートに食らってしまいますが、屋根をつけていると正面からの風は受けることなく安心して走行できます。この風がない状況そのものは皆さんの想像を絶するほどかなり走行が快適になります。次に3番、防寒。冬の期間の場合、風に見舞われることがないので冬でも非常にいい状態になります。個人の感想でも冷えを 40% カットできている感じがします。次に4番、防暑。夏の期間のケースでは屋根の周辺が黒っぽいので強い紫外線をブロックしてくれます。これがびっくりするほど楽ちんになりますね。風がないので暑いんじゃないのと思われるのである可能性もありますが、横を通過する風が移動中は止めどなく吹くので走行中は暑くない状態です。次に5番、ヘルメットのスリム化。たくさんの人がシールド付きのヘルメットが装備されているだろうと思います。ただシールド付きだとヘルメットがきついですよね。特にフルフェイスはしんどくて鬱陶しいので肩こりを招く原因にもなりますが、その点ルーフが存在するおかげでヘルメットのスリム化が OK、 頭も緩和されドライブしやすくなります。次に6番、虫を防げる。目にゴミ、ホコリや小石、トライクでドライブしていると顔面に虫がぶつかることがあると思います。屋根をつけるとそれがほぼ解決します。目にゴミやまたはホコリや小石も入ることも減ります。次に7番、冬の雨さえも曇らない。冬雨の日にシールド付きのヘルメットで乗っているとシールドが曇ってしまい、どうしようもなくドライブしにくくなりませんか。そうは言っても屋根付きトライクならルーフが曇ることはありません。以上、トライクに屋根をつけるメリットについて7つをお伝えしましたが、僕が感じたおすすめすることは、まず車を持っていない人、足に障害がありバイクに乗れない人、空模様がまずい時でもトライク通勤を強いられる人がいいのかなと思いました。これはあくまでも個人の感想ですので、一つの参考にしてもらえたら幸いです。皆さんどうだったでしょうか。今回はトライク屋根付きどんな天候でも走行 OK、 ルーフをつけるメリットとはについてお伝えしました。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。
僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またツイッター、インスタから DM であなたのトライクに関するお悩みを個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。